島に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモノノフだ。では安達殿、奴らの息をくじいてまいれ。よっ！よく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだジム2だ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫けむよ。さあかかれ、ただし島を守れ。かかれ。死に変えても前進せねばなるまいぞ。ご下司を志村殿。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け、猛虎どもの新手だ。切り捨て。
や我らのみ。残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。にしてここへ。誰かが俺を見てくれた。武具はない、食料のみ。ここを離れねば。もう子供、
誰かが俺をかくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？俺の鎧壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。消えろ、ごめんね。ごめんを出せ。少しならあるから、持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。思わないで。民の命が。志村殿は戦場におられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば、猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。もうよしてくれ。くぐって。きつくめ。今はこらえて行くよ。
待って。騎兵。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。何だと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救ったたちだ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、叔父上。撃ってこい。わしも当ててみよう。よろしい。さように戦えれば痣をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその痣をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手から
いかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく己の義を貫け。忘れてはならぬぞ。はい、叔父上。ではわしの防御を崩せ。酒井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、よく防いだな。疲れた、休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。よし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。立つしておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわしすかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。良い切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劣を決めるとする。ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ、ジン。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますが。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not there, samurai.
見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来た。騎兵だ。マガモル顔で走ってる。馬屋はどこだ？燃えてる家の裏でさ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。来い鬼畜ども。じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと万兵だ。一人も逃がすでない。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。もっと寒いくな。馬屋へ急ごう。こやつらは軍馬。浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？名をつけねばな。空、天をもかけよ。人は城の中だね。
しょ。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。お主はここで待っておれ。志村殿を返してもらうぞ。余が惚れへよ、あいつの。やったね。そう申したであろう。この音何？分からぬ。だがおそらく猛虎の兵器。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。一番手は誰だ？やげたどっすん목숨ぶっつくよ。邪魔！
陣、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ。堺陣、こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣、さあどうする。堺陣、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は。ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。父君は何よりも民を守られた。まことのものの不要。全て私のせいです。陣、それでも武士か。父上は私をかばって、
息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。頼むから。ユノ。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び、ハーンに挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。天にげもつそう。エルテンバーガーよ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。
馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。鷹を助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。鷹だって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。鷹の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様を。そちらの精鋭を出せ。ハザクチの悪徳な侍。
慎重に勝負。
小金寺海原深くくくりたれば一本の木のただ追い登る。待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、かねての入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。あとでタカも手伝ってくれるよ。さあ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。
それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならば、どこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。奥の守りは固そうだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろう。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。通るぞ。取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。
お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください。この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。
ジン、どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。四平原の近くの海岸だ。こっち。弟を探してる。タカという刀鍛冶。覚えはない。だが多くが他に移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば
鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。たかがアザモ浦で生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わぬ。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のざれ言は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。津島の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。よし。
弓取りの俺が心強い石川先生のようだ。守らなきゃ。バカ、まさかあなたもお侍、生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。お手伝いできることは。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただご出陣のお姿を見ただけです。これをお受け取りください。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っていろ。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。いろいろ染め直しますよ。覚えておこう。助かった。素材が足りないようですね。また頼むぞ。子供、またお越しください。さあどうぞ見ていってくださいよ。愛するよ。子供には食べさせない。目的を達せられますよ。毎晩必ず旅の安全を祈っております。稲荷の神が守ってくださる。俺が生まれた日、母上が蛍を追う狐を見たそうだ。狐はお稲荷様のお使いと言われてますからね。見かけたら追いかけるのが吉でしょう。そうしよう。では。もうこう島に長居するんだろうな。そうか。対馬は高麗と本土の中間だ。ここを取り戻して海を制して本土を襲うつもりだろう。俺たちはみんな死ぬのか。
そうとは限らん。無理やり働かされるんだろうさ。釣りをしたり米を炊いたり、すべて奴らのために。暖かいところで眠りたい。噂によると浜にあるムクロを片付けてる人がいるらしい。危なくないかな。安則はあまり飢えてないよな。なんでだ。あいつは人手なしのクズ野郎だ。よし。吉野ユダ、宿の者なら先生の所在を知っているはず。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。お侍、和歌を読むのが上手と伺いましたよ。上手とは言えぬが、確かに和歌は読む。日吉の湯に歌読みがおります。志村様のお知り合いだとか。お話をしてみてはいかがです。いつか立ち寄ってみよう。名のある弓取りが戦に加わらなかったでしょう。負けると分かっていたのか。数が前より増えてると思わない。そうでしょう。多くの神社が壊されてしまったんだから。稲荷様へお参りする人が増えてるってことか。うん、なるほどね。それよりも狐が前より近くに寄るようになった。神様のお使いは襲われることがないから。役立つものばかりです。素材が足りないようですね。なぜ猛虎はあの方を奪いたのか。金になると思ったのか。また願いらせる。お侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。ご出陣なさらなかったので。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、寡黙なご様子で。まあいつものことですけどね。
先生の伝説は誠ですかね。伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。コモダの村は焼き払われて塵しか残ってない。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。射抜かれた後に矢を抜いておる。これは血の跡、新しくはない。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。武士にしては質素な庵。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。菰田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか？存じません。では猛虎に手向かう者は？残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。
お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴？女子か。生まれは？生まれは百姓。だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。猛攻。殺す。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎なら狸にも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。米と泡、手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡、わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてのものがかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。的が遠ければ矢は落ちると教えて。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。
この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。合図を待て。まだだぞ。今だ。奴らをメイドへ送ってやれ。
中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。捕虜を撃つとは。縛られ矢の的にされたか。巴は、待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。巻物。もうこの言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島のものです。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。
他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ、死にたくない。長居は無用、行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生、わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの弓術を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。
したという者もいれば、天狗に呪いをかけられたからだという者も、いずれにせよ。ぶしつけですが、ずいぶんとお疲れのご様子。体は休めていらっしゃいます？戦が続いておるからな。確かに休めておらぬ。では日吉の湯にいる妹をお尋ねください。病にかかった時、進められるまま湯に浸かると体に力が戻るのを感じました。それは良いことを聞いた。侍、そちらは酒井家の太刀では？詳しいようだな。知らぬ者はおりません。それにしても聞きしに勝る美しさ、まさかこの目で見られるとは。竹を切る稽古か、懐かしいな。よろしければ一度お試しください。そのたちはまさに宝刀にございます。優れた刀鍛冶が仕上げたのでしょう。しかし腕を上げるには稽古あるのみかと。鍛錬を怠るべからずか。稽古台はいくつもございます。ぜひお探しになってください。ではお達者で。お侍様、戦続きでお疲れのようで。さあ、この癒しの湯にお浸かりになってください。戦に備え、英気を養いたいでしょう。ああ、常に万全であらねば。ではこちらへどうぞ。湯に浸かるだけで身も心も洗われますよ。それに
たびたび湯に入れば長く栄えて命を全うご遠慮なくご覧ください。さあどうぞ。素材が足りないようですね。ではどうかお気をつけください。
あの鳥をご存知ですか？どのような鳥のことだ？金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければあの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。志村様は敵側と取引したらしい。だから生かされてると。矢筒を新しくいたしませんか？恐れながら数が足りませんね。弓を見て差し上げましょうか。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。申し分のない出来でございます。また来よう。猛虎は分かってたんだろうね。金、材木、布を扱います。あらかじめ学んだって噂がね。コモダの守りが薄いって知ってるのか。役立つものばかりです。勝ち目はあるのかな。名のあなたこそ誠の勇士。忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。
話の子細を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。行くぞ。終わったら全て忘れてしまいたい。手に入りにくいものが揃ってますよ。魔法師の行善様の噂聞いた？どんな噂？腕を突き刺して。わかりました。
弓を持ってる、見つけ出せ。あいつだ、間違いない。見つけてやろう。早く。この俺に敵はいねえんだ。